やっとさ、鹿児島ニアのフールでーす。さあ、前回だいぶ痛い目に遭いましたが、気を取り直してやっていきたいと思います。これクリスタルとか言ってましたかね。長い間そこにあったチーズから魔法のクリスタルが成長している。机にへばりついている。あ、チューチュー言ってるよ。きますか。そう、あら、またいるな。そろそろ洞窟から出たいな。妙な見た目の望遠鏡だ。ほう、5万 G なんだろう。毎年家だからただでいい。望遠鏡を使う。何？あら、なんか目が、何？なんか目につけられたってことか。うわー、なんかいる。星って何？触れるの？食べられるの？殺せるの？物騒だね。おい、君欲しいなの？いやー、カオスですね。あ、取れた取れた。いろんなやつがいるぞ。古い壁、壁側21通りのフレーバー、メニューで塗りつぶされている。パンチカードをしまうための箱だ。何にも入っていない。見せようとしたんだけど、やっぱりお客さんは来ないんだ。カード、パンチカードを箱から取ることができるよ。パンチカードってなんだよ。ナイスクリーム、25買いますかね。なんかよく死ぬし最近。戦闘用パンチ系攻撃の行く。あ、そういうこと。カードの裏側。プリーズプリーズカムバック。なんじゃい。さあ、こことかなんか危険な香りがしますけども、ホイホイっていうのがなんかダンジョンっぽいな。過ぎ去った日の会話が聞こえる。え、願い事何もないの。一つあるけど、ちょっとバカらしいから。ここ洞窟っぽいところから出たいな。ああ、もう怖いよ電話。お前のことを知りたかった。彼女のお前の印象は最悪なんだけど、お前だってそんなの特に知ってるよな。そして分かってると思う。さっき俺様は彼女にお前の服装を話した。例のバンダナを。分かってる分かってる。あんなわざとらしい質問したんだから、お前はきっともう着替えているよな。お利口さんだぞ友よ。体に悪そうだな、ここの。
えだな。逃げよう。汗かいてる。お、逃げれないの？そんな。あー、危ない危ない危ない。ムール貝の養殖場のような匂い。すごい匂いです。人間の走路を奪う力。それこそが人間が恐れた力。何あれ、キモいな。何、うー、わー、ついてくるよ。逃げてー。キャー、何ですかあれは。いや、どうも、いらっしゃい。そう、私オニオンさん、オニオンさんって言います。オニオンさん、うーわー怖いよ。ウォーターホールどうですか、良くないですか。私大好き、私もとても気に入り。怖い。でもこの辺り水が浅くなってきた。私ずっと座ってなきゃいけない。でもいいんです、都会よりはマシです。ぎゅうぎゅうの水族館に住むのもいいんです。オニオンって玉ねぎじゃねえの？なんでついてくんのよ。なんでついてくんの？あの、もう部屋の出口です。お達者で楽しんでいってください。ウォーターホール、おお、壊れてる壊れてる。怖いなー。お、なに、シレン、ハミン、うわー怖っ。北の辺で素晴らしいお宝が隠されている。罠ですね。あえて乗ろう。お、忘れられない歌が通路に響く。一緒に演奏しませんか。最初の8音だけで大丈夫。ピアノがある、演奏する。はい。丸O じゃないの。0 9 0。じゃい。この力に対抗してはない。その代わり人間はモンスターからソウルを奪えない。モンスターが死ぬとそのソウルは消滅する。また生きているモンスターからソウルを奪うのは非常に困難だ。しかし一つだけ例外がある。ボスモンスターと呼ばれる特殊な種のソウル。ボスモンスターのソウルの力は強く死後も残留する力を持っている。ほんのわずかの間だけ。もし人間がこのソウルを吸収することができたら、だがそれは一度も叶わなかった。そして今後も決して起こらないだろう。謎。大丈夫ですか？敵じゃないんですか、あれ。お一つどうぞ。傘を取る。はい。これをあいつにあげる的な。はい。はい。像の中でオルゴールが鳴り出した。これを演奏するのかな。
無理だろう。ああ出てきた、なんか丸上右丸下下右、丸上右丸下下右、丸上丸丸下下右。違うか。見せてくれよ。丸上、あ、丸上右丸下下右。丸上右。丸下下右、丸上右丸下下右、丸上右丸下下右。いけない、いけだ。お、なんだこれは。伝説のアーティファクト持っていくでしょう。持ち物が犬でいっぱいだ。どういうこと、誰、こいつの間に入ったの、こいつ。やかましいの小さな人のぐっすりと眠っている。え、いつ手に入れたんだこれ。ぽい。犬はアーティファクトを吸収した。どおーい、うっそー、いつの間にいたのあいつ。犬の残滓、犬が洗い忘れると汚いさ、マジ迷惑。いらねえよこれ。なんじゃい。はあ、せっかく伝説のアーティファクトを見つけたのに。そう、親切にしたのに。びっちゃびちゃやで。あ、お前も傘持ってなかったりする？行く先があるならついていってやるよ。ははは。びちゃびちゃやな。あ、綺麗ね、こう映るのね。あんたたちすっげえかっけんだぜ。悪者をやっつける無敵の戦士なんだ。おいらが人間なら怖すぎて色も眠れないね。実は昔な、学校で花の世話をすることになったんだよ。王様のドレイムール先生が自分の花を送ってくれて、ついでに授業で責任の大事さとか教えてくれたんだって思ったんだ。ほら、アンダインが来たらどんだけすげえかなって、先生みんなやっつけてくれるかなとか。何をおっしゃってるのかよくわかりませんね。なんて、そんなことしないだろうけど。お、出たかな。洞窟出たか。お、先行くんじゃねえよ。な、なに。おい、この崖すげえ険しいな。会いたいんじゃないか。肩に乗れよ。お、いいやつ。ありがとう。ま、先に行けよ。気にすんな。抜け道探しは得意なんだ。いいやつだけどな。
ありました。人間はモンスターの力を恐れて宣戦布告した。奇襲をかけてきたのだ。慈悲などなかった。満たされたい。はい、もうちょっと行きますかね。どうしますかね。まあこれぐらいにしときますかね。じゃあまた次の回でお会いしましょう。さあ、鹿児島ニアのフールでした。